ゆらりです。ももかです。アリアです。ゆなです。エコです。ピンク、ラテ、TV 始まるよ。イエーイ。今日の企画はサンマーリンクの記念質問コーナー。イエーイ。 YouTube 登録者数3万人、本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。史上最高の数の質問が届きました。今までで一番多い質問ありがとうございます。ありがとうございます。で、今から来た質問の中から抜粋したものたちを答えて順番にいきます。せーの、どうぞ。それぞれの第一印象は、姫香の第一印象を順番に言っていきます。見た目は本当になんかちょっとハスキーボイスだし、頭の良さそうな子だなって思ったんですけど、喋っちゃダメよ。最初見た時はそうそうと思って、でもめっちゃお茶目。エコも姫香ちゃんはお茶だっぽいなって思って、あと細いなって思いました。私も同じ感じで、私の足より半分ぐらいだなって思いました。私の第一印象は、初めて会った時は細ってってなってて、格好もお姫様感みたいなラブリーな感じだったから、もうおしとやかな、あ、もう大丈夫ですみたいな感じの子なのかなと思って、いざ話してみると、え、姫か。何でもできる天才のお姉様。見た目通りで、全部が大人っぽい、ちゃんとしたしっかりとした子供っていうか、人だなと思いました。リーダーシップがあって頼れる存在です。とてもしっかりしていて、本当に真面目でしっかりしてるなと思いました。なんかもう大人びてて、スンみたいな、うん、本当に中3かなって。もう目が大きくて、同じ小6とは思えないくらい背が大きいなって思いました。同じく背が大きいなってのと、目がなんか目力とかもやばいし、なんか本当に同じね、目ん玉なのかなって。私はあんまり喋らないのかなって思いました。ミラリと一緒で、なんかもうずっと静かで、わかる、めっちゃわかる、めっちゃわかる。じゃあ次、エコちゃんの第一印象。もう表情のバリエーションやばい。ああ、それはわかるな。私はおとなしくて心優しい子なんだと思って思いやりのありそうな子だなって思いました。同じ小6なのに大人っぽい。じゃあ次、ゆなちゃんの第一印象。かわいいって、ギャルって感じ。ギャル目指してるって感じ。ゆみかと同じで、なんかギャルっぽい、中学1年生っぽいなって思いました。あ、小5に見えない。小5に見えない。あと気が強そう。え、前髪。前髪も思ったけど、なんかとても優しい人。すごい可愛いなって思いました。ザ・おしゃれ番長って感じ。じゃあ次の質問。質問です。ニキビができてしまうんですけど、何を使えば治りますか？いつもしているニキビケアを教えてください。お菓子を夕飯の後じゃなくて、夕飯の前にします。嫌味じゃないけど、できたことなくて。なんかできものができたらピューのやつ。私はオールナインの薬用スポーツクリームとかを一晩たっぷり塗って直すようにしてます。なんかサキナのなんか洗顔を使って予防してます。私は皮膚科でもらった薬を塗りたくってます。一緒、皮膚科行くのが一番いい。好きな色は薄紫、黄緑と黒、赤と緑、緑と紫です。はい、黒と白です。黒、紫、シルバーです。具材？おにぎりが好きなんだけど、具材って何？おにぎりだっけ？卵焼き。同じく卵焼き。ハッシュポテトです。同じく卵焼きです。肉巻き。やってみたい企画は、海外ロケ。かぼちゃ専門店に行く。もう一回唯一に行く。ノーミラーメイクチャレンジをやりたい。ああ、姫香ちゃんがやってたドッキリ企画やりたいね。私は脱出ゲームとパンストです。もうすぐ中学生になるんですけど、中学生に必要なものとかありますか？筆記用具が必要。筆箱あればいいんじゃないですかね。必要なところにやる。マーカー。制服が必要だと思う。気分上げるの
なら自転車かな。可愛い自転車買ってほしいです。気持ちいい。はい、じゃあ続いて、今年の春は何色が流行ると思いますか？ネオンカラー、淡いグリーンとか。私もネオンカラーだと思います。私もネオンカラーだと思います。淡い色が今年流行るかなと思います。ネオンカラーとヒョウ柄っぽいような、なんかそういう柄が。次、体型維持の秘訣は？毎日同じ分量。走る。お風呂、お湯に入る。ダンスをすることです。適度な運動をして、あと温野菜か生野菜食べることです。私も課題になっている野菜と早寝早起き。この前原宿の撮影の時見かけたんですけど、声かけれませんでした。次やったら声かけていいですか？もちろん、もちろん。もう撮影中でも声かけてください。小学校と中学校で変わったことはありますか？校則ができてから、前髪とか上げなきゃいけないからブスになったね、いつもより。3年前だから覚えてない。髪の毛とか定められたから、耳より下じゃないとダメだから、自由がなくなった。クリモモちゃんが卒業しても4人はこれからも遊びますか？親友ですか？もちろん。あ、それです。交換してるから。愉快な仲間たち。みんなの好きなファッションテイストは？大人帰り、大人カジュアル。もう大人っぽいのが好き。カジュアル。ガーリーと大人っぽいやつ。スポーティーとストリートです。大人っぽいギャル JK です。個性派です。もし男だったとしたら、メンバーの誰と付き合いたいですか？エコちゃん。アリア。もこちゃん。ゆらりちゃん。同じことだろう。ゆらりちゃんです。私姫香かな。今までのダンス動画で一番難しかったのは？3年組かな、私。金曜日のおはようです。3年組。金曜日のおはよう。ウェブもやってて、一番大変だったことと楽しかったことを教えてください。大変だったことはないかな。楽しかったことはもうね、すべて。みんな身長何センチ？164センチくらい。159センチ。167。161センチです。150センチくらいです。約155です。スクショタイム。じゃあ、釣ってるか。はい、はい、はい、チーズ。カシャカシャカシャ。チーズ。超変顔しちゃった。好きなアイドルは？あと好きなアイドルの中でも誰が好き？ブラックピンクで、リサさんが好きです。アイズワンです。私はブラックピンクのリサ。トワイスさんのツイちゃんが好きです。ダブルちゃん。トワイスのツイちゃん。おすすめのタピオカ屋さんは？富山駅の近くにウータンハウスっていうお店があるんですけど、タピオカも美味しいんですけど、タピオカに入ってるドリンクも美味しいからおすすめ。レアレアとゴンチャ。ゴンチャ。モゾワンダーシティにあるあのニョロニョロのあのタピオカ、タピオカが美味しくて、なんかタピオカ増量できるからおすすめです。ゴンチャと、あとはコンビニのタピオカも美味しいよ。質問じゃないけど、みんな大好きです。かっこちょっと多いコメント。ピンクと言ったら？せーの、ピンクラテ。以上で質問コーナー終了となります。おー、ありがとうございました。ありがとうございました。多かったね。うん、そう。なんかあれだね、スクショタイム新しいね。これからもまたちょこちょこ質問コーナーをやっていけたらなと思います。はい、もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。